ラリペラリペラリ何でしょうか。千葉県香取市にお住まいのさゆさんからいただきました、はい、ありがとうございます。あっぱれやってます。水曜日の皆さんこんばんは。こんばんは。ついに消費税が 8% になりましたね。皆さんは増税前に何か買い物はしましたか。うちでは浄水器と冷蔵庫を買いましたよ。今日は増税について喋ってください。増税について。増税駆け込みね。駆け込みでね。何も買ってないな。何も買ってないわ。僕は駆け込みでどっさり買いましたよ。何買ったの。アダルトビデオの DVD を。なんで駆け込んでそのタイミングで買うんですか。だいぶ変わるやろなと思って金とかじゃないですか。20枚ぐらい買いました結構。まあ確かにね。だって増税されてからやとさ、その差額で1枚とかってことになることもっと買えるんじゃないですか。だってあそう、飽きひんのですか。それ買ったら何回も見るってこと。えだか一回買うと、はい、例えばレンタルやったら一回見て新しいのとかは分かるけど、同じのを見てなんか興奮するのかな。いや僕はちょっと事前事業みたいなのも偉そうですけど、どういうシステムになってるか分かんないですけど、そのお世話になってる AV の方たちに1円でもお金いったらいいなと思って、セルで買うようにしてるんですよ。へ、優しそうなん。どう本当の金の流れなんか分かんないですよ。レンタルの方が実は儲かる。なんか自分の感覚で多分セルで買った方があの人らに1円でも多く行くんちゃうかなっていう感覚で買ってるんです。へー。すごい、そこまで考える。恩返しやね、恩返しですね。ただ、MV 見たい。いや、僕も恩売ったつもりもないやろうし、なんか俺が恩返すっていうのも筋違いかもしれないけど、自分にできる精一杯の恩返しです、これが。めっちゃ嫌だね。ただ AV 見たいだけやんか。もう見たいですよ、もちろん。もちろん見たいですよ。その中でってことね。はい。同じ見るなら、1円でも行ってほしいなと思って。まあ、そういうのはね。まあ、はい、そう、そういう、また、そうか。そういえば、どこで売ってるんやろ、そういうの。え？え、売ってるとかあんま見たことない。売ってます？あ、そっか、だからネットやったらわかるけど、店とかで売ってます？店で売ってますよ。見たことあちこちゃ、あちゃこちゃありますよ、あちゃこちゃ。レンタル屋さんとか。秋葉原とかあるよね。秋葉原ありますね。じゃあレンタル見たことあるけど買うとかも。のれんの向こう行きました。レンタル見たことあるって。ちょっと覗いて。のれんの向こう行きました。あんたとんでもないマナー違反犯してるな。ダメです。女性入っちゃいけないんですか。入っちゃいけないことないからたまにマナー犯すカップルがおんねんあれ。連れていくタイマナー悪いわ。あんたとんでもないマナーの悪さやな。一番マナー悪いやつ。わかんない。いやカップルで来るやつおんねん。カップルで選ぶんですか。そう。なんで何のために。これ見ようか。いやみたいな。マナー悪っ。何書いてないの。書いてないじゃないですかマナーとかだって。え？書いてないね。携帯電話のマナーぐらいしか書いてへんね。それは察してくれよということですよ。女子は入れるなと。女子は入れるなじゃない。そういうルールは作ってないけど。ね、寂しい男たちが集まる場所があったっていいでしょ。暑いな、なんか。パートナーいない人たちが。急に暑いな、ね、なんかもう。そんなこのまま行ったらなんか変な気持ちになって、犯罪なんか絶対犯したくないし。ね、じゃあ何らかの処理はしながら体の作りですから。ね、寂しい男がレンタルしたり、セルしたり行くわけですよ。そこにカップルできてね。これ見ようや。いや、もう恥ずかしいやんか、みたいな。マナー悪っ。いやいや、だってさ、それほら。人間のルールっちゅうもんがあるでしょ。いや、だそれはなんか、ほら、よっぽどさ、そういうこともオープンなカップル。いや、それは彼氏が買ってきて家で見ようや。それでいいじゃないですか、一緒になんか見たいんやったら。うん、選ぶとこから。いや、でもほら。これ見てお前似てない似てないわアホマナー悪いやそれはだむしろオープンでねだってほらこっそり見られる女性側としたら女性側の意見としたら、そういう風に。女性側の意見。なんでやねん、俺がそっちじゃないよ。なんで、もうそこで引っかかってやめてや。違う。今から女性側の意見は、あなた、ご自身の口で発表。違う。そういうことなんじゃないのっていう。ないの違う。もう。いや、だから、もう。多分女の子に。鏡だ、もう。いや、だから、多分女性からすると、だってほら、こっそり、え、これ何これ。え、なんかこの変なの出てきた。これ何みたいな風になるんだったら、一緒に行って、っていう方が、オープンでいいんじゃないっていう風な。ちゃうねん、ごめんなさい。それ、カップルとかじゃないんですよ、実は。え？私みたいな人多分いると思うけど、AV 女優さんってめっちゃ可愛い人いるじゃないですか。めっ
で、社会通り。そう、追って、うん、ほんで、あ、どんな、なんか見てみたいなっていう要求で私一人で入ったんですよ。言うて、え、ほんまに一人で入って。一人で入ったの？一人で入って。浮かされるで、そんな。全然、ほ、え、いなかった。そういう作品いっぱいあんねんから。違うって。え、ほんまに？そういう作品山ほどありますよ。そうなんや。うん、いや、でもほんまめっちゃ綺麗で。そうよ。ほんで見て。うん。あ、見たよ。買った。借りて。借りた。うんうん、うん。めちゃめちゃ興奮する話。ほんでほんでどうでした？見て。かわいい。かわいい見て。なんかでも。いや、でもびっくりしました。とんでもないこれ。こんなかわいい。あ、まあ。こんな基本ですよね。こんなかわいいことがあんなことを。そう。目の前で繰り広げられたわけでしょ？その時右手どうしました？いや、じゃあそんなんじゃなくて。いや、ほんまにすごいと思った。そんなんじゃなくて。最低すぎる。そんなんじゃなくて。最低。ほんまほんま。いや、いっぱいいると思いますよ、そんな人。でも森崎さん見てる時どうしてたんですか？いや、すごいなと思って。すごいなぁ。私もこんなこと、まあ、こんなこと言ったらあれだけど、されてみ、何言ってんだろ、私みたいなことになってたわけでしょ、最初。なって、なって。え？なって。でも最近女性向けのそういうのもあるでしょ？そうそう、あるんですよ。そう。あるんですよね。見たことないけど。そうそう、島子先生とかはね、なんか。え、島子先生？はい、島子先生。岩下？あ、そうそう、岩井島子先生。岩下島子先生。割れって言われる。岩井島子先生が、そういう女性のための AV がないから、作ろうみたいな。そこは僕はもちろん見ないですよ。マナー違反やなと思って。え、まあ、ちゃう別にその見るだけや。いや、見てる男性も多いでしょうけど、僕は、やっぱマナー良くないなと思って見てないんです、女性用のそういうの。サンプルとかいただいたんですけど。ああ、そう、見てんねん。はい。へえ。何が違うんやろ、なんか違いってあるんですか？なんか、やっぱりその、男の人は結構すぐにこう、やっちゃうみたいなシーンが多いらしいんですけど、はいはい、女の人のためのは、そういうことになる前の前儀的なのがめっちゃ長いらしくて。いや、あの男も前儀全然長いですよ。ほんま？はい。なめだるま師匠も見たことあります？何その師匠。師匠、うん、師匠やからちゃんと挨拶しながらで、ね、もしあったら舐めだるま師匠。おお、それ。師匠、ナマス。ずっと舐めてるんですか？ずっと舐めてる、舐めだるま師匠。え、それ舐めだるまですか？な、まあ、というあだ名のね。舐めだるま師匠。舐めだるま師匠です。あの、ちっちゃいヒゲのハゲたおじさん。かわいいのよ。で、ちょっと話それかけましたけど、ごめんなさいです、入刀の色が。なんやねん、もう、なんだそれ。もうさ、もういいやん。もう嫌になってきて、ツッコミなんだから関西弁おかしい。なんやねん。なんやねんじゃなくて、なんやねん、それ。おかしくなる。高見は見たことないの、それ、アダルトビデオは。ないですよ。女の子はでも中学生の時ぐらいに集まって見るっていう都市伝説知ってるぞ、俺。都市伝説ですか？私、中2で入っちゃってるんですもん、AKB に。ああ。そういう感情が芽生えて、みんなでわーとかなるときにいないんですよ。学校に。そういうことか。全部青春の全部を捧げてきてるもんな。触れてないんですよね。なかなかのアリバイやな、それクソ。なかなかいつからお前のアリバイ崩してやるからな。怖い。鬼刑事小林がいつかお前のアリバイ絶対崩してやる。楽しいでかい。次会う時は裁判所だぜ。お前がや。お前が訴えられてる時。お前たち行きますか。はい。はい。